もう戻るって書いてあるぞ。目的地に到着しました。案内を終了します。運転お疲れ様でした。これか、これをまあ登っていく必要がありそうですけど、まあそうですね。もう完全墓地じゃない。どうします、やめます。別にあくまでおまけっていうか、おまけって言い方すらあれだけど、手で来てるのでそんなあれですよ、無理せんといてもらって。参道がまあまあ長い距離なんですけどそう、初めて見るなって思うぐらい参道がくにょくにょしてるんですよ、不思議と。なぜって思いながら。てっぺんがあるの、ゴールが。このお寺、はい、この霊山寺っていうところが。やだな、登るの。よし、次行きましょう、止める。登るのはやめようダメだ、体に悪い。思い出しましたか。ここか。ここはどんな感じです。数が多いとか、ヤバいのいるとか。空気がわからなきゃ行ってももう無駄だろう。ここか。はい、着きました。重いな。幽霊が出ると噂されている場所で、女性の幽霊、おじいちゃんの幽霊、正体不明の幽霊が目撃されています。出るやろ、トーンだったら普通ね。で、ここの山の門が重要文化財に指定されている。今日重要文化財しか言ってないな。歴史も古く、749年作られた由緒あるお寺、1000年以上経ってる。地元の人たちによって管理されているが、やや寂れた雰囲気で心霊スポットとして有名。車を山の麓に停めて徒歩で急な山道を登っていくのだが、この山道を登っている途中で誰かに服を引っ張られる、あるいは山道でオーブを見たという話が聞かれる。また本堂の方でも白装束を着た女の霊が出ると言われているとのことです。単純にお墓だな、ここ。ぼちぼちマックスにはなってんな。いけそう？なあ。分かんない。これでバッテリーの減りが早かったらもうなんかバッテリーの寿命ということ。なんだろうな。うん。行こうか。重いな。手だけはしんどいくださいまし。今の時点で幽霊何人いますか？たくさん。ここにあるものすべてです。あ、これの数だけ？ここの数分はあるね。アホやね。そうやって聞く方がアホやろ。お経が聞こえるよ。お墓か。小田武道のとこと同じ音が聞こえる。
山を登るのに精一杯です。こういうな。さあ、今どんな感じですか。これ登るの大変だ。光遅い。光遅い。はい、持ってて。見えてた。だろう。だから光遅いっちゅう。準備じゃ、これは。よし。よし。これまだあるの？え、本当にすごい。本当にすごい。山登り、マジや。本当に。56歳死ぬ。カラちゃん、すいませんね。登るのに精一杯。本当に。よいしょ。こんにちは。そっか、君があれか。4丁目か。怖い。地獄の4丁目ですか。そうっすか。ご苦労様です。よいしょ。本当にすみません、息切れしかなくて。ねえ、本当にすみません。本当に偉いよ。よいしょ。これでしょ。どこでしょ。よいしょ。5丁目。こんにちは。夜分お邪魔します。いい景色だ。